キング&プリンスの高橋海人、コウは正式には、はしご高がドラマ単独初主演を務めるテレビ朝日系推しドラサタデー、ボーイフレンド降臨、毎週土曜夜11時の最終話が17日に放送。結末に反響が集まっている。ネタバレあり、高橋海人主演、ボーイフレンド降臨。今作は、高橋演じる謎の大き記憶喪失の青年、朝日と、桜井由紀、田中みな実演じる人生の分岐点で行き詰まる35歳の二人の女性。そんな12歳差の男女3人の恋模様を描く、トライアングルラブコメディー、となっている。バル、漆畑澄と、高橋海人、茶谷かし子、桜井由紀、のために動き出す漆畑澄と、坂橋、は茶谷かし子、桜井、の力になりたいとコンペへ。前回と同じキービジュアルを提案し、スミトは自身が書いたものであること、ミュー&ホミー広告社とは契約が締結していることを示した。しかし、噂になっているゲリラアートの作者ではという指摘を受け、自分が書いたものだ、と認めることに。会場外にいた報道陣からは素晴らしい絵だと褒められ、驚くのだった。自身の思いを伝えようとスミトの元へ走っていくかし子。そして同じ頃、スミトもかし子を探していた。記憶をなくす前、最後に見たのはかし子の姿だったというスミト。僕が書く未来には、かし子さんがいてほしい。かし子さんが好きだ、と告白。先に言わないでよ、と涙ながらに語るかし子をスミトは優しく抱きしめた。一方、えのきだかなめ、三宅健が自身のために書いたという台本を受け取っていた佐藤翔、田中みな実、この役できるの、私だけだよね、という渡るに、渡るのために書いたから、と言われ、嬉しくなる渡るだった。カロンナ化粧品のプレゼンは見事かし子たちが勝ち取り、街頭に掲示される広告を眺めるかし子とスミトは二人手をつないで、未来に向かって歩き出すのだった。ハッピーエンドな結末が話題に、ハッピーエンドな結末に、ネット上向き矢印では、黒いスミト、白い朝日、最後は黒と白の混ざったスミト、の衣装と演じ分けが最高だった。みんながハッピーエンドで最高でした、朝日くんは、スミトの中にある純真無垢な優しさの姿だったんだよね。取り戻せてよかった、などと話題に。スミトがかし子を抱きしめるシーンでは、ここって、スミトとかし子が最初に出会った場所だよね。最初に出会ったところで気持ちを確かめ合って最高、と反響が集まっていた。また、田中が演じた渡るについても、ようとまたうまくいくのかな、なんだか安心した、かっこいくて可愛い渡るも幸せつかめそうで、ほっとした、と安堵の声が、クリスマスらしい、みんなが幸せになるハッピーエンド、みんな幸せで、みんないい、といった声が多く寄せられていた。